ネプチューンとセガハードガールズが夢の共演。ここにある。ゲーム業界の守護女神 VS セガハードガールズ。次元を超えた超次元対戦の幕が上がる。私は IF、 人呼んで荒野を吹き抜ける一時の盾よ。君たちがくだらない争いなんて今すぐやめて。歴史を喰らう者がゲーム史を消滅させる。タイムリープを繰り返し世界を救え。シリーズ初のフリーシナリオタイムリープ。過去を知り過去を変えることで世界を救え。大図書館。大図書館を拠点にショップやクラスチェンジ、ミッションを受けることができるわ。私、やってやる。この世界の女神ってヒロインの主人公だよ。ごめんなさい、個性が弱いのは自覚してるんですけど、もっともっと頑張れ。お前なんかに絶対この世界を滅ぼさせはしねえからな。私はこの図書館の師匠を務めているイストワールといいます。フィーバーゲージを貯めてバトルでフィーバー。ゲージが貯まるとバトルフィールド上でレインボージェムが出現。レインボージェムを取得するとフィーバータイムが開始。フィーバータイム中は3つの効果が発生。パーティーメンバー全員の能力が 10% アップ。強力な必殺技エクゼドライブが使用可能に。敵にターンが回らなくなるから徹底的に攻撃よ。こんなのおかしいです。バグです。間違ってます。私は構わないわよ。むしろちょうどいいハンデなんじゃない。魅力的なあんだが、そんな卑怯な真似は私の矜持が許さないですね。みんな死んだ魚のような目をしてる。ダンジョンアクション。ジャンプし登り這ってのダンジョンアクション。飛ぶわ。まあこのくらいは簡単よ。ダンジョン内のメダルは冒険の資金になるわ。トレジャーハントは冒険の基本よね。オープニングはナオが歌うシンメトリックジェネレーション。エンディングはマリナでヒストリー。限定版は限定生産。ドラマ CD 楽屋裏のガールズトーク。設定資料集ネプテューヌ VS セガハードガールズキャラクターブックレット。ネプテューヌ VS セガハードガールズフレンズステッカー。予約特典はミニサウンドトラック CD。プレイステーションビータ専用ソフト超次元対戦ネプテューヌ VS セガハードガールズ夢の合体スペシャル。2015年11月26日発売予定。各時代で活躍する女神、そしてセガハードガールズたち、みんなと力を合わせて私はこの世界の歴史を絶対に守ってみせる。